な肉料理が食べ放題。夏にぴったりスタミナグルメ。続いては浜松市中央区住吉にあるショーパーナ。2005年にオープン。19年営むブラジルのソウルフード、シュハスコの専門店です。ブラジリアンバーベキューですかね。あの串焼きでワイルドな料理ですので、年配の方も結構いらっしゃいます。ブラジルに以前駐在していただとか、そういう方が懐かしいんで、初めてっていう方も結構いらっしゃいますね。食べ放題の一番人気が、全てのお肉が選べるコース。数種類のお肉や惣菜のビュッフェが思う存分食べられます。そちらに並んでおりますビュッフェコーナーのお料理は全て食べ放題、サラダからデザートまで、ご飯類ですとか、ブラジルの国民食と言われるフェジョン、フェジョアーダというお豆料理、そういうものも全て食べ放題。焼くのはオーナーのジャコモさん。炭火で焼き上げていきます。大きなこれぐらいの鉄の串に刺して焼きます。味付けはほとんどが塩ですね。一番人気はピカニアというお肉ですね。イチボです、日本の焼き肉でいうと。ブラジルの炭焼きシュハスコ。パフォーマンスとして目の前で肉などをスライスしてくれます。牛ランプのピカニアはちょうどいい火の入り具合で旨味が濃厚です。牛バラは全体に脂が乗ったお肉で、大きな塊のまま焼くので、時間も4時間ぐらいかけてアルミホイルかけて焼きますので、脂が落ちてしっとりと美味しいです。牛バラ肉はじっくり焼き上げているので、ホロホロとした柔らかさ。豚バラはバラ肉ですので、やっぱり油がベーコンみたいな感じ、三枚肉っていうかついておりまして、油っぽいかなと思われると思うんですけど、炭火でカリッと焼くので、外側がカリカリと、で中は本当にジューシーで美味しいお肉だと思います。肉汁が滴るほどで、噛めば噛むほど旨味を感じます。牛ハラミはそうですね、歯ごたえがというか噛み応えのあるちょっと独特な食感のお肉ですね。お肉がっつりという感じなので、スタミナ抜群だと思います。パイナップルは塊のまま焼き上げています。大人気ですね。なんか日本の方大好きですね。シナモンまぶしているので、アップルパイみたいな感じのお味になっておりまして、ビュッフェの惣菜を盛り付けたらこの通り、主にサラダ類が充実しています。デザートにはババロアやプリン、スイカも楽しめますよ。手羽先やソーセージも食べ放題で堪能できる浜松市のショーパーナです。